なあ、この前の続きやろう。サナエの寝首をかく機会を狙ってたんだろうけどな。結局全部監視されてたんだよ。気づいていたぞ。サナエも随分と間違った人生をしたものだな。お前の気配はいつも寸けなくて、もしかしたら分からせて俺に圧力をかけていたのかもな。だと？守るための強さで、まことに強い国を。これは高秀様が死神屋に書かれた文と連番状になるはずだった書状が、全てが終わったと。お前はこれを持って城へ行け。兵太、お前には新しい仲間がきっといるはずだ。兵太、あとは任したぞ。待てよ、静止よ。しずきは俺が守る。待ってるからな。絶対二人で帰ってこいよなあ。